モートでお伝えしたいと思います。さて、その新型コロナウイルスで地方移住者が増えるといった報道もありますけれども、実際蓋を開けてみますと、都内の特に、本当に都心部に家を買う人がすごく増えてきていて、土地の値段も非常に上がっているといった報道も先日ありました、実際地方移住者ってこれから増えるんでしょうか？例えばですね、長野県ってありますけど、長野県はプラスマイナス800人ぐらい増えたんですかね、この同期で。なので出る人も多いんですけど、ただ入ってくる人も多いような状況で、まだ全然その人口の流動性という意味では地方からのですね都市への流入というのは止まっているわけではないんだと思うんですよ。ただここに来てですね、デジタル庁なんていうのができている通りですね、我が国も本格的にデジタル時代に入ってきている、リモートワークならデジタルじゃなきゃいけないということなんですけども、やはりその年がら年中ですね、このパソコンから電磁波を浴びているという状況になってくると、ここに来てようやくそのコロナが理由になっているとは一応されてますけども、それよりもやっぱりそのなんていうんでしょうね、こう閉じられた空間の中でパソコンを使って作業する、それがもうたとえ家であってもかなりそれがもうかえって運動不足を招いてしまっているというようなことで、新しいそのなんていうんでしょうね、シンドロームというか精神疾患までは言いませんけれども、そういうその突然起こりっぽくなったりとか、そういった方が非常に増えているわけですよね。で、そういう際にやっぱり地方で何らかの形で行って、ここがいいなと思ってここでも仕事できるということであればもういいんじゃないかなっていうふうになる人は実は結構多いんじゃないかと思うんですね。で、私はリモートワークによる地方移住っていうそういうようなテーマばっかり語られるんですけど、今例えば大学生たちって実は結構実家で受けてる人多いと思うんですよ、授業を。だからもう世代でもう本当に20歳ぐらいになると別にどこでもいいんじゃないかと、その旅行しながら大学受けるとかですね、なんかそんなようなことも現実として見てるので、世代によってそのよりね、社会的にまだ責任を負ってない世代であればあればあるほど流動性っていうのは実は高くなってるんじゃないかななんていうのを思ってますけども、私自身も今、実家の方にいますし、地方にいながらで本当に仕事で現場に行かなきゃいけないときは東京にいてっていう、今2拠点で、生活していますけれども、そういった人もどん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 これから増えていくんじゃないかなとは思います。ただ適合的なのと適応的じゃないのがあると思うんですよ。例えば私ども、独立系のシンクタンクですけど、シンクタンクなんて別にシンクしておけばいいので、だから考えておけばいいのでどこでもいいわけですね。で、私はこういう状況になる前からもう10年以上前からこういう生活なので、全く何にも違和感ないわけですよ。ただ工場労働者の方とか、例えばインフラの関連の方とかっていうのもそこにあるものをですね対象にしなきゃいけないので、ただその辺の労働っていうのが今後なんて言うんでしょうね、人工知能によってその平準化を図られていく、しかも単純に今までのように機械運動をですね繰り返すだけじゃなくて、一定のいろんな変動を、社会的な変動あるいは 外部の変動を踏まえながら、そういった作業ができるといった、そういったロボットができてくると、おそらくそういった労働はなくなってくるんだと思うんですよね。だから本当にその人間はどんどん考える、で考えるためにはリラックスすることが実は逆に必要なので、じゃあ地方だっていうふうな考え方で、しかもやっぱりこれ決め手になってくるのは特に富裕層と呼ばれる方々から順番に、そういう実態があるってなってくると、今我が国は不動産資本主義なので高い不動産を買って今だから安いから買えるみたいな動きになってますけども、その実はそういう都会じゃなくてむしろその地方の方が、その知的労働にとってすなわち最終的にはお金稼ぎができるんだよというふうに発想の転換になった瞬間にですね、これは多くの人たちは地方に住み始めるんじゃないかなっていうふうに思いますね。なので単にパンデミックの話だけではなくて、知的労働を中心とした人類社会の大きな移動というのがその人工知能 AI を伴う形で進んでくると、ある段階から不動産に対する考え方というのは逆転するんじゃないかなと思うんですね。これも先日お伺いしたこのデジタル庁の新設にとっても追い風になりそうな感じがしますね。デジタル庁のね、本来だったらそうなんですよね。で、そのためにはやっぱりある程度そのデジタルのインフラっていうのがなきゃいけないということになってくるんですけど、厄介なのはこのデジタル系のインフラっていうのはやたらその 5G だ 6G だとやってくると、逆にですね、健康被害を非常に懸念する声も出てくるので、かえってその地方にですね、それを撒き散らすということになるわけですよね。だからこれ非常に難しくて、ですから、やはりその地方で拠点を持ちながら、東京においては最低限の仕事をやって、その対面じゃなきゃできない仕事とかやると。で、
で普段は地方において活動、就業活動するというような、なんか知的な労働するというような、なんかそういう、なんていうんですかね、まあ、あの別荘って言い方もしましたけども、その別荘じゃなくて、そのなんていうんですかね、セカンドハウスでもなくて、両方ともが自分のハウスというような、なんかそういうような仕事の仕方している方がだんだん増え始めているような印象もちょっとありますけどね。ただまあ、いわゆるサラリーマンの方ではまだそういうふうな形での生活は難しいと思うんですけども、ただまあ、最近になって非常に大規模なね、事実上レイオフだとしか思えないような、副業を認めますみたいな、なんかそんなことを堂々と大会社も言い始めてるので、まあ意外に普通の方々でも、まあじゃあ実家帰ってやるかとかですね、そういったその新しい仕事の仕方を求めるって声が、いよいよこれから本格化するかもしれないですね。本当に私たちのこれからのライフスタイル、生き方もこれからどんどん